こんにちは、ケンシです。ヤマトです。アトです。本日は、はい。めちゃくちゃ雨降ってるんで、はい。この幕の中で、うん、しっぽりと飲んでいく企画やっていきたいと思います。よいしょー。本日のお題お願いします。よいしょ。しっぽりと。じゃーん。こだわりレモンサワー24本、飲み切るまで帰りません。よいしょー。しっぽり。しっぽりとね。24本だから8.4リッター。うん。1人当たり8本。8本。まあ。いやもうこのまあまあ。まあまあ、まあ、だね。まあアンダーさんが多分20本ぐらい飲むから。22で。タブがね。タブが20本。まあ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 。まあ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 、まあ、その辺に早々早々に。その辺に置いてたのにまあまあ冷えてるね。ね。なんだ。あれだ。あ本当だ。謹慎だ。おい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 お
失礼からレモンサワーか、はい、うん、安田さんレモンサワー超好きだね、大好き、じゃあそんなレモンサワーが大好きな安田さん一言お願いいたします。昨日も日本酒をちょっと飲ませていただいて、はい、もうベロベロになりまして今日はしっぽり飲むよと言われて24本バカです。やばいやばい。うまい。おわ、めちゃくちゃ冷えてるね、ほんとめちゃくちゃ冷えてる、冷えてる、ただのね、コンテナボックスにめっちゃ冷えてる、うん、いいね。よし、もうガンガンなんか飯も出して、ね、ガンガン飲んでいきましょう。オッケー、ね、しょバリうまうーん、ほなほな、なんすかこれ、ブリの、ブリのたたきですね。うまそう。ブリたたきと、うん、うん、トロサバの刺身でうまっすー、やっていくと、まずはブースしていくと、そしてそしてあちらにはレスバッターサークル、レスバッターサークル、めちゃくちゃ肩温まってるめちゃくちゃ筋肉で肩ほぐれちゃってほぐれちゃってやばいね、熱いな確かにカメラの向こうがもう顔真っ赤だもんね、現地系も戦力外ということで私はいやいや戦力外すごく始まったね、シュイーン、いきます、はい、うわ、うん、いい音だ、あ、いい香り香りあぶりしめ様ダンスしちゃう、まだアンダさん得意だからね、あぶりしめ様ダンス、無茶ぶりじゃん、無茶ぶりだよ、テレテテテテテテレレレテレテテテテテレレレまだシラフだからやめてまだやめて、あ、ガスが、あ、ガスが、ガスが、あ、ちょうどなくなる、うん、ちょっと、あちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、適切にも程があるで、なんか炙りしめ、炙りしめサバーって言ったらあったね、めちゃくちゃ注文、270何個注文したそう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 、15万ぐらいねオーケー、ちょっと叩きに気持ちいい気持ちいい気持ちいい、最後っぺ、うん、あー、いいでしょう、オーケーオーケーオーケー、匂いいい、ぶり叩き、ちょっとコーヒーの香りするけどいいですか、いやちょっとそれはまずダメね、同じ黒でもあ、うまブリ、うん、おー、ブリタタ、あざーす、はいっす、あり、うま、あ、ん、うん、ゆずもある、あ、ゆずいいね、ゆずやる、ゆず結構長い長い、しめたばバカうま、バカうま、炙っちゃってる、炙っちゃってる、オッケー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 、引っ張らだからな、先になるべく、いや、食っとかないとね、食っとかないと、もう2本で終わっちまったね、失敗に終わりましたね、企画だ俺、今日はもうアンダーさんがね、確かに火吹いてね、うん、いや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 、この前あのいつだ、ジャクリーの時ものの1時間ぐらいでドロップなんて、確かに500、そういうことだね、うん、でその夜ライブ配信してとんでもなくなっちゃったから、酔っ払ってライブ配信する癖やめよ昨日もそんなもんね、ゆず、ゆず香りますね、これをここにいいですか、しめさばにも、はい、よいっす、しめそ、うわー、よっしゃ、香る香る、よいしょ、あ、いい香り、オッケーオッケー、うぃーぽん、オッケー、よし、
いいね、その 前掛けで拭けるのが確かに出現前掛け出現前掛け、あ、うまっ、うん、皮をなんかちょっとピッピッて掛けたいよ、あー、わかるわかる、一番香るやつ、うん、うん、うまい、うん、あー、おーおーおー、いいよ、いいっすね、カンカンっていただきます。ちょこれ一人当たりのノルマがあるから、そうだよ、これ8本飲んだら飲まないからね、やめてね、やめてね、いやいや、立ててくれよ、あー、うまい、うまっ、うん、なんか違うっすね、雪原のキャンプを初めてだからさ、うん、これはなんか美味しくなる、美味しいね、そうだね、もうつまみもガンガン作っていっちゃうんでガンガン食べてください、うん、今日はもうお惣菜もありますもうあれだよね、宅飲みだね、宅飲みほとんど料理もあんまないから、うん、画角もあんま変えられないし確かに肉団子、この肉団子って全国にあるのね、確かにね、なんか静岡もこんなんだよね、このトレーなんじゃない、あ、トレーがあるのか、確かに、根本くんがハーハーしながら食うやつか先が長えな、見えてんだよな、あいつら、うん、めっちゃ肩ぶん回してるドンキーコングぐらい、スマブラのドンキーコングぐらいぶんぶん回してるクソバッターサークルが熱いね、おい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 、上昇しました、原因中早いな、最後山本くん一人で飲んでる動画になるから山本くんスロースターだからね、確かにスロースター、ずーっと飲んでも長くない、うん、いいよ、なんか温泉どうでした、あれ温泉めっちゃ気持ちよかったね、うん、なんそこ品の層でね、もうあんたさん露天風呂で何ぶん回したの、ね、何よ、でもそれはディディなんかちっちゃそうだねディディって大丈夫、俺のチン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 、えん、チンチンって言いましたか、えじゃあいたんじゃないどっかで聞いたことない、どっかで聞いたことないって言いました、あ、言ったんじゃない、じゃあ、うん、うまい、示せばいいね、うん、肉団子うまっ、ね、冷えててもうめえからな、うん、おお、お願いします、あなた、おい、山田君今筋トレで、うん、桃の裏がやばいことになっちゃった、やばいくなってる、歩けない、このスーパー買い出した時にさ、もう山添君もう本当におじいちゃんの世界になってあのカートがさあるじゃん、もうそれでやっとあ、ありがてえとか言ってたからね、だいぶきついんだろうね、ではでは2本目、はい、うん、ずっとキンキンなのいいね、ね、確かに、一応グラスもあるんで使いたかったら氷もあるんで、うん、あ、そうなんだ、うん、傘が増すけど、確かにね、増えるね氷溶ける分増えるから、なんとしても直入れで、うん、直入れで出しましょうか、そうすなら直入れか、うん、早速かー、よいしょ、おーおい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 、宮本武蔵だよ、二刀流、二点一流かまあ、俺の少ねえな、いや、メーターが分かりやすい、俺のないさじゃん、え、真ん中俺、真ん中はやめとくるね、お酒マンだからねえ、さすがに俺はバカ飲んでるよ、バカ野郎に一番残ってる可能性あるこれ一番残ってる、並んで張ってる山田くんのがちょっと、山田くんのが多いね、ちょっと任せてください、こっから、はい、OK、イエス、で、山田くんで、俺とくぅ、よいしょ、トップランカー、うっすね、かわいい、おぉ、やっぱね、グラスいいね、やっぱね、いいやっぱ、なんだかんだよ、やっぱいいね、 1.5 倍うまくなる、うん、
ここにめっちゃ置きたくなる高さにあるんだよね。そうそうそう、ね、わかるでしょめっちゃ足が長くなるさすがに危ねえと思って、うん、落ちてダメだ落ちてダメだ、うん、もう今年の節電キャンプは最後これで、うん、そうだね5週連続でやったもんねだってピーチ君の先週のスケジュールやばかったでしょ新潟で出港行くぐらいだったもんね新潟、新潟、新潟、静岡、新潟、新潟すごいね、県の半分ぐらい新潟行きます、うん、そうだよね、うん、しかもその3日間は仕事で、うん、2日間は家族サービスだった、うん、男だな、マジで家族でここに泊まってすごいわどうでしょう気持ちよかった、あのグランピング行ったんですけど、うん、マジでいいよ俺も 写真でしか見てない今日なんかお休みなんだもんね、うん、お休みだから中見れなかったけど、うん、めっちゃいいっすめっちゃ写真は良かった、めっちゃ、うん、学校の教室は思えないぐらいの、うん、ね、そこに、うん、みっちゃんやってきますそこで褒美でこれも地味にね、酒のつまみになるんですよそうだねそうだねはい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 10年ぶりぐらいだったもう食ったんかってもうもう食べたまだ食ってないまだ食ってないかもっちゃ食べるうわみっちゃんだもう一袋あるよえ僕ピー2枚2個入り5部衆いただきまーす嘘やろおーおしっこしてるおしっこしてる3本目もう庭がだから今山田くんの山田くんのモノマネなんだあーっすまああのジョボジョボ言ってる感じであー言ってたらただの立ちションしてるそんな誇張してたそんな言ってる、ね、ちょっとそデフォルメきつかったデフォルメ後でやろうそれ結構真似してくれるね視聴者さんも見てもうガンガン真似してくださいりょう、りょう出る。りょう出る。やってみてね。あんたの知ってる？知らない、それ。まずは、アジを洗う。ああネギを。知ってる知ってる、うん。ネギは多めの方がいい。うん。ネギは多めの方がいい。インスタグラムの理由でよく出てくるわ、俺。あ、そうそうそう、出てくる。あの人、あの人の、この前ね、めっちゃ真似してね。そうそうそう。やってみてね。やってみてねってやってさっきそんなこと。最後にね。最後にあんた。やっぱ結構、雨降ったりやんだりすごいね。そうだね。雪ならね、いいんだけど。ね。雨なんだよね。予報だとほんと1センチとか2センチとかだと思う。あ、1時間あたり。雪が降るって。結構が。そうなんだ。だけどこのざまよ。まあちょっとビビったよね寝てる間に雪降ってきたらどうしようみたいなまあでもねやったことないから1センチ2センチだったら全然大丈夫うーんいつだかそうだったね生がもうすごいケチャもらったねそうそうあの山本くんのドームテント張ってあったんですけど、うん、外を出たら別のテントで撮影して、うん、で寝床がそっちだったんですよ、うん、で戻って外出たら、なくなってて、うん、えって思ってお前のテントがなくなってる見に行ったらペチャ濡れてやばすごいね、やっぱさすがヒルバーグなんか引き払ったのあ、戻ったんだビヨーン、うん、そんなことあるそんな若干ポール曲がったけどへ、うん、なんか俺、なんだっけ、みっちゃんがその、雪中キャンプ行ってなんか緊急で動画回しますみたいなのって、うん、だからテントが壊れましたみたいな、うん、やったじゃん、うん、であれ見てたからまあまあビビって寝てたもん、今日。2年前はね、本当にそうだったから。うん、心折れそうだったもんね。うん、俺、スマホなくすし。そのピークでね。そうそうそう。飲んでます飲んだっす周回遅れにされそう。まあ、言うとレモンサワーだからね。まあ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 。でもね、始まって。まだ15分しか経ってない。そうだろ。15あ来た来た来た。オーダー。スマップスマップやな。懐かしい。お。なんとかアンダーさんに食らいついてくれる。いいのよアンダーさん。
いや、めちゃくちゃお腹が膨れてきた。炭酸だからね。本気。本気ってなんだよ。そんな言ってそんな愛でないし。だってなんだ。コメントでさ、なんかスマホから喘ぎ声が聞こえて、奥さんが、あんた何見てんのって言って、うん、そしたら大和くんが喘ぎ声が聞こえて。あ、すごい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 。それチョコボール向かう。それは違うんだよ。それは違う。それではよろしくお願いします。はい、チョコボール向かい。チョコボール。いやー、取っ手出しにするかこれ。いやー、そう長尺ずっと待ってただの3人のおっさん飲み会だもん。もうめちゃくちゃ精度の悪い、なんだテロップ？テロップもうテロップも出てこない。あのまんま。あ、AI の みっちゃん食えます。ちょっと食ってみて、うん、6ピン。少々美味しい。味ない、味ないね。え、そうだっけ。国民ある。まあ、味あるけど国民いつか豚の味。おじい、おじいちゃん大丈夫。限界まで追い込まれたから俺。マジモン。おおおおおやばいぞ。いやー、4本目。いや、対応のドラム。あと4本か。あと4本。すごい。意外と余裕だな。何分に始まったっけ。6時ぐらいかな。5時40分か50分ぐらいだ。ああ、もう40分ぐらい経ってんの。炭酸だから胃がパンパンだよね。ね、そう、胃がパンパン。酔うというよりかお腹がいっぱいあるの。そうそう、苦しい今。ああ、はい、マキシマ味。マキシモ。マキシモ。あは、あは。え？やばい、やばい、なんかびっくりだな、なんかポスターみたいなことだけど。出るか出るか。お前出るか。本気。本気。まあ、やっぱデフォルメされるね。カホって言ったもん。みっちゃんもやってるもんね。うんうん、あ、やってるわ。うん、いや、本当はそんなに熱くなんだけどね。熱いよ。やっぱり。みーちゃん言ってたよ、こうやって。みーちゃん。うん。本当は熱くないんだけどね。やべえ。全然飲めるけど。うん。胃がとんでもねえことだった。なんかいけそうだな、これ。ハンダーさんがやってるとまだ飲むでしょ。俺あと4つ。え？うん？俺あと4つ。いやいや。え？え？3人でやってきたじゃん。やりましょうよ、やりましょうよ。都合いいね。でもうちらね、3人の中で一番多分アンダーさんですよ。そうだね、間違いない。それは、うん、いやどうかな。洋酒とかにか強い。洋酒は強い。洋酒、うん、そう、だから日本酒とか焼酎はやっぱ2人が強いよ。蒸留酒が得意なのかな。じゃあ蒸留酒得意だね。ウイスキーとかオカレロとかジンも、うん、あ、ジンもいいよね。カクテル系だったらもう無限飲める。へぇ、全然。この前ハイボール15杯飲むんですよ。はい。飲みすぎでしょ。違うのよ、これ。なんかこれ使えるか分かんないけど、うん、自分がガンだって言われたのね、うん、最初。確かに人間ドックで、うん、すごい落ち込んで、マジで。確かにね、落ち込んでたもんね。2週間ぐらい超落ち込んで、うん、で生体検査が出るじゃん、うん、人が。でガンじゃないですよって言った時に、
もう生きててよかったと思って、うんうん、もうその足で、本当にね、そう奥さんで奥さんと一緒に焼き肉屋行って、うん、もうハメ外しまくってもう、もうハイボール15杯レモンサワー3杯になってベロンベロンなしでもうもうやめろって言われて奥さんにもうやめろって言われてすげえな。いやそれぐらい生きててよかったと思ってマジで、本当に怖いよマジで。半年に1回ね俺ら健康診断に行って、うん、年にね普通の健康診断と冬に人間ドックをやってるんだよ、うん、いや危なかったよね。もうそういえばアンダーサで行ったな思い出話になっちゃうかもしれない俺メモリアルになっちゃう笑い事じゃないあんま笑えない今だから笑えるね本人が言うんだったらね今だからまだ笑える、うん、本当にってなったら結構きつかったもんね。やっぱ心が落ち着くから、うん、チンチンの顔色も悪いのよ、うん、紫なんだいつも真っ赤なのよ。かわいい犬やん。かわいい人が人がピンクでかわいいなのにもうシワシワになって紫色になってもうおめえも元気ねえなとか思って息子にも気持ちわかるよって言いながらでやっとねガンじゃないって分かってまたピンクだって戻ってきた。よかったよかっ た, かった。調べちゃいけないね。そうそうだね。調べるともう悪いことしか書いてないからもうそれが自分に起こったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、うん、もうあの本当に無理だけど、うん、楽観的に待つしかないみたいな本当に、うんね、でもね一番あれですねびっくりしたのは山田くんがめちゃくちゃ健康体だって俺ら内視鏡やるじゃん。おお終わった。そうだね、うん、山田くんだけ胃がピカピカだと思ってそうなんだよ、ね、しかもあの俺と金一くんは1年ごとに胃カメラをやってくださいみたいな感じなのに、うんうん、山田くんだけ3年に一度みたいな、うん、ねえゴールド免許だよ5年じゃなかったの5年5年だね5年に一度だよ、うん、次は5年でいいですなんで相当綺麗なんだこれ、ね、すごいよ ね健康が一番です ね肝臓を見てもらいたいよね。あ、でもガンマの通知アンナ様は泡立てるな泡立てるなアンナさん毎回ガンマの通知は聞いてる。これ低いね。今回は91が一番高かった。そうだね、うん、だってだって人間ドックの前にバカめ飲んでんだもん12時だから1時間飲んじゃうねやめよそれは大きくなるよ、うん、大きくなるガンマがねガンマがねガンマがね苦しい一回あのトイレに行くスイッチが入るんだけど、うん、ここまで長いから、うん、一回行き出したらもうキューって、うん、あーそうねそうガンみたいにうん、ガンみたいにパーンって開いたらうわーっていって突き刺されてバーって出てきた、うん、でもガンが止まってる状態そんなの知らないよね、うん、早いな早いですねあでももう順調に半分ぐらいいった半分ぐらいいってんじゃないそうだよ4本目だもんねうん8ってまあまあだな最強だねあ10時ってアンダーさん、うん、そろそろね周回遅れにしないとね、うん、いやもう俺終わるよえそれ今4本目これ5杯目5杯目そう5杯目そうだー、ま、えアンダーさん盛り草あるから盛り草あるからねいやおかしいでしょすぐジム5回ね集合で行くっていうのいや集合で行ってるんですよ本当に集合で行ってるんよ休ないだけでファミチキ食いながらランニングもしようと思って一番ダメや一番ダメなやつ一番ダメですしかもファミチキファミチキなんで休めんだろうなコーラガブガブ飲んででもこれもともと100キロあったじゃん、うん、本当にそれになるよすごい食ってるんだけど、うん、なんで休めんだろうっていう心理になるうーん私こんなに運動してんのにみたいな、うん、何も食ってないのになと思ってそう全然食ってないよなみたいな、うん、その当時100キロあった時って、うん、朝はおにぎりとファミチキとコーラ飲んだんですよ、うん、で昼にとんかつ弁当食っておにぎり食ってサラダ食ってるんですね、うん、で夜にピザとコーラみたいな、うん、飲んで太んだからみたいなそんな食ってねえのになみたいなマインドがもう違うマインドが違う
で痩せて初めて分かる、うん、めっちゃ食ってたんだなっていうのが分かる。だから単純に罪悪感なしに普通に腹が減ってるから食ってるだけってことだ、うん、そう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 。なんで休むんだろうな俺も胸に切り身さらに2段俺らフィジーク出るわなんで7なのここだ。いやここじゃんパーソナルパーソナルパーソナル言ってるから。でも集合でねやってるね。だから俺は自分に甘いんですよ。だからそんな追い込んでないもんやっぱ動画見てるじゃんすごいもん2人とも追い込みから15キロぐらいのバーだけだよ。バーだけだよ。20キロだから。7キロ？え ?20 キロなのあれ？違うの？いや、ベンチのバーだけは10キロか。11だったの俺、多分。あ、そうなんだ。11キロ。全然な、効かないよ、本当に。片手でもいけるもん、多分。それでやってるもんね。やってねえよ。ちなみに今、12本なんですよ。だからやっても折り返し、折り返しなんだけど、撮影始まってから45分。まだまだ45分。早いのよ。じゃあ安藤さん頑張ってもらってね。ねえ。いやもう行くときは一緒だよ。行くときは一緒よもう。ではでは。ああ危ない危ない危ない。ではでは。前半戦も。前半戦がもうぼちぼち終わり、はい、後半も楽しみながら、はい、頑張っていきましょう。キャプテン、はい、お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 い、カンカンって鳴らせないからそれはねカンカンって鳴らせない。いきなりウノみたいなことやるのウノみたいにウノって言ってないみたいな。何でウノって言ってない。はい、当たり目じゃあ決まります。当たり目じゃあ、これ炙ったらうまいんじゃない。ね、ちょっとくださいよ。ポルノやん。ポルノやん。もうデフォルメがすごい。酒が辛いんじゃなくて、うん、炭酸が辛い。炭酸とめちゃくちゃお腹いっぱいで辛い。甘みも結構来る、ね。そうだね。後半戦は。おいよ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 い。揚げん軟骨ってなんで揚げんって言うんだ。確かになんでだろう。なんだろうね。なんなんすか。みちゃん寝ます。なんなんすか。いやしないよ中は。しないよ。フラグを潰してからね。アンダーさん潔癖だからな。でもキャンプをし始めて、うん、潔癖ほとんどなくなってきたね。うん、マジで虫もそんな気にならないし、虫はね、まあでもリンプは食えねえけど。何なんだっけ。俺がリンプン食った話。そう。いや、俺がっていうか、検視鏡で山だったんだよね。ステーキの撮影でね、なんか切ってて、ステーキの上にガが止まったんだよ、ポーンって。うん、うわ、ガが止まったと思って。で、リンプンがふわーって、ソースに、こう、広がってたんだよ。そう、じわーっと。うわーと思って。うん、多分捨てるんだろうなと思ったんだ俺、うん、そしたらおいおいガガ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 ってポッて捨ててそのままバクって食ったから衝撃だったもん俺。あれ調味料ですよ。それでリンプン食ってると思って、うん、そうだから確かその時現地から行ったんだよね、うん、えそれリンプン乗ってますよみたいなって言ったらそんなこと気にしたらキャンプできないですよ。気合いだこの人たちと思って。そんなに酔っ払わないね。そうだね、もう、もっぱら苦しいだけ。うん。炭酸抜く？やって？抜きし。だから抜くって言うんだ。そういうことだもん。うん。なるほどね。バイ。困った時の。もう上げて、上げた、一番上げた方が勝ちにしましょう。乾杯の時。有利じゃん、めっちゃ。めっちゃ有利やん。負けでいいや。あとね、うわちょっと鈍化してきたね。まああと4本ずつあるから。うん。
量的には全く問題ないけどね。うん。228ですよ。いやいや、443だから。絶対に。11。いや。11。虫食いがそれじゃ、かわいそうでしょ？誰が。いや、みんなが。がっかりしちゃうから。No. 何それ何それ知らないんだけど俺いやもう絶対4本飲めないでしょいけるよこっからあの循環が早かったからはい雨強くね強いどんどん強かったストーブいいなねもうこれ命綱だもんねもう下が雪だからさ結構冷気がおおデモンドデモンドの人アンダさん落ち着いたでもこれ絶対おいおいおかしいだろおかしいだろすごい曲がってんだよねチョコボール青木ごはんねごはんねごはんねマイペースいいんだよ俺らそのまま十日町の町に飲みつもりで一人でいきなりエンジンかかった街に行きたい街に行きたいんです一人怖いでもこの前ねなんかご飯屋さん行ってめちゃくちゃ良かったよめちゃくちゃ良かったね日本酒のレベルが半端じゃなかったあ、そうなんだ山本くんグレージできてもひっくり返ったもんびっくり返ったグレージ出たっけ出てきたよグレージもあるしフゲージって日本酒？うん。なんかめちゃくちゃレアな。電子もあったし。へえ。ね。うん。本家本家本家か。本家。でもなんか本家もちょっとデフォルメしてるね。ちょっと持ってる。いやー。違うじゃん。スビリクラブでしょ。スビリクラブ。次みっちゃんのモノマネする？みっちゃんのモノマネ？でもこう思うとみっちゃん特徴ない。思う？肛門じゃない肛門って言いました、ね、今肛門って言いましたじゃあ行ったんじゃないその頃には動画上がってるからマジ強調してる確かにねあ美味しいヤマトくんヤマトレベル100あすげえ唐揚げうまいね唐揚げだ確かに唐揚げっぽいうん小麦粉かなんかのあれだろうね大変さそれこのシートあってねうーん唐揚げでこうまこれ唐揚げじゃんこれレモンサワー進むなうん熱いのか熱いのかハハ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 鉄柱キャンプか、うん、これでも軟骨唐揚げですよこれとこれ合わせると軟骨唐揚げオッケーオッケーオッケーちょっと恥ずかしそうちょっと恥ずかしそうだったね今やっぱいい動画っていいですライブ配信人間が好き人間が好き人間が好き半地下のチンチンペロペロしたもんね見せねえよ10本で10本あーさんしゃぶられる方がしゃぶられる方が天一乳首事件語ってくださいよアミさん盛り癖あるじゃんアミさんも寝てたから、うん、覚えてないんだよねある飲み会で、うん、まあサワヤンとまあだサワだねサワと
トミー、うん、水溜りボンドトミーと、うん、であとチャンチカチーム、うん、犬チーム飲んだことがあって、うん、で最後サマンチで飲んでたんだよね、うん、結構みんなベロベロになっちゃって、うん、その時はなぜか山田くんが上半身脱いだからその流れでみんな上半身を脱ぐっていう感じになっちゃったんだよ、うん、でサマンチ脱ぐからね、うん、そうそうそう、で俺はソファーに座ったんだね、うん、でここにチャンチかけたんだと、うん、上に、いや、またの間、ここに顔があって、うん、ここに体があってみたいな。ああ、アンダーソンソファーで。そう。で、その下にチャンチカがいるんだよ。あ、はいはい、で、ここにケイチカがいたんだよ。あ、俺も下だったんだ。そう、下だったんだよね、うん。で、みんな上半身裸で、うん。で、俺の記憶があるのは、チャンチカがずっとケイチ君の方を見てたのよ、うん。こうやって。で、何見てんのかなと思って、うん、たんだよね、うん、そしたら、まあ、ケイチカもぐっすりよ、あ、もう酔っ払ってね、そこに寝ちゃってて、そしたら、チャンチカがパフって言ってた、乳首をパフって、ヒダチ君、俺のヒダチ君、ヒダチ君パフあ、そっち？そっちかと思って、俺はすごいびっくりした記憶があると、うん、あ、そう、ちゃんちがそっちなんだみたいな、と思って、うん、で、その話を、そう、ケンイチ君と山田君と一緒に帰ってる時に、多分ケンイチ君いたんだけどね、ケンイチ君に舐められちゃうみたいな、そう、言ってて、で、後日、ケンイチ君と俺とちゃんちかと会う機会があって、で、ケンイチ君がチャンチカに俺のって何だろうって話したら、チャンチカは否認してたよね否認してたでも、深く掘り下げてったら、いや、みんながやってる流れだからやったみたいな覚えたねパキッて3回やってるなんて間違いないと思うんだ、俺記憶にあるんだよね普通に夢だけど夢じゃなかったそう間違いない、あの夜から毎日 LINE 来るんでそれで、あの夜からケンイチ君はもうちゃんちゃんに恋してるから毎日電話してるもんね、この辺から昨日もね、めっちゃ電話したもん、めっちゃ電話したこんなにケンイチ君が好きになる人、俺初めてだもん、これ、うんうんうん、確かに、なんでだろう、うん、ずーっとでもね、ちゃんちゃん好きなんだよね等身大だからかも、確かにね、うん、本当にありのままの姿だから自分をでかく見せることもないし、うん、思ってるのはないもんね、思ってるのない、うん、本当にめちゃくちゃいい人ね、めちゃくちゃいいやつ、うん、待って5杯目だけで15分目だったやめましょうよ命はもったいねえよ、なんならうちらアンダーさんを今声出してね、いやいや、これからだから、これからだから、うわトップランカー変わった、おいいね、うん、あと5分いけるんじゃない、ケンイチさん早いです運動会のあるなそれ、大和さん頑張ってください全国共通なんだね、それ分かんない、多分そうなんだ、絶対そうだよね、あの棒読みの ね、いいよね、そう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 、放送委員会の、うん、アンダーさん今抜かれましたなんだっけ入場口に集まってくださいなち入場口に集まってください、わそれ次は1年生の出し物なので至急入場門に集まってください、入場門だあったね、多分どこも一緒なんだろうね、うんうん、アンダーさん早いです。お、うん、いいねー。いいよ。頑張って。え、でも6だよね。6。6、7、8、1ぞ。2本ってか、これ3本か。いや、まだ4じゃない。ん？いや、6っすよ。まだ5っすよ、アンダーさん。だって、俺、ちゃんとほら、やってるから。あと、ケンイチ君2。うん、2、8。そうだ、あと6。まあ、6だ。6。ほら、これがパワハラってやつか。あるあるじゃない。あるじゃない。まあ、楽しくもんでいきましょう。夜は長いんで。長いね。じゃあ、
オーシャン、オーシャン、オーシャン、もう喘ぎ声の途中にゲップ出てたからね、ギフギフって言って今、手加減してやってるんですよ。やばい、やばい、強い。ずっとうまい、キンキン。本当にもう天然の冷蔵庫だね、本当。ね、ちょうどね、このこの辺からあったかいから、あんまりあったかくなんないからね。うん、確かに。うえー、あ、ありがとうございます。白い。当たない当たない。命がもったいない。ああ。見て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 。このグラスかっこいいっすね。どのグラスですかこれ。ねえ。わかんないけど。わかんないの。わかんないの。わかんないけど乾杯。乾杯。あ、エサワがやっぱ甘みがすごいですね。うまいね。ほんと。こっからハイボール飲みたい。3杯。わかるね。わかる。わかるよ。わかる。いや、でも いけんな。そうだね。マンシン総一郎やん。本当。大丈夫。酔い度はないんだけどね。こっから撮影終わってね、気が抜けたらちょっとびっくりだもんね。なんかこういう特殊なやつは好きだね。焼くね、早いでしょ。おー、ラスト1だ。7本目。みんな男の子ですね。男の子やな。ダブルで。いやいや、泡立てるもんじゃないのよ。おしっこやね、もうね。これ。言いました。言ったんじゃない？割り込んできた、割り込んできた。言いたかったのに、俺。これ、柚子絞ったらどうなの？おー、柚子絞。豪快にね。大体に。ゆずレモンサワーだ。めっちゃいい香りした。風呂だ。風呂。飲んでもらって。飲んでもらって。飲んでもらって。うん。ああ。よっしゃ。アンダーさんがソープランド3軒死亡した話してる。沼津ね。沼津ね。どうですか、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫。いや、大丈夫ですよ。ダメですよ、僕が。なんで、なんで。え、あんたもそういうことしてるんでしょってなるから。どんだけ信用ない。おお、最後の1個じゃない。あ、行きました。あ、違うわ。じゃあ俺が一番上だから。そうだ、違うわ。トムジョ君は7本目7本目トムジョ君7本目だよ。アンダーさんが、うん、あと2本残ってるから。そういうことね。そう、まあこれがちょうどいいんですよ。うん、最後アンダーさん喋らせたらもうダメになっちゃうから。ドリンクやったい、ドリンクやっちゃったい。ブライ、ほば。溜まってきましたね。溜まってきたね。映ってんのかなこれ。あ、映ってないか。もうちょっと引くか、じゃあ。なんかあの大学生の宅飲みって感じだね。大学行ったことないけど俺ら。確かに。ね、ほなほな。こっからレモンサワーをブーストさせるために。黒胡椒ニンニク餃子でいたよ。行ってみましょう。うわ、剥いた。これもうアンダさん適当に並べてください。これバーン、あ、バーンでいいの。あ、もうバーンっていうか
その麺にね、この麺側を、あ、この麺側が、うん、並べてくれれば。うまそうだな。あれれれれ、大丈夫です。いや、ちょっとこれめっちゃ酒少なっちゃう。あ、そうなんだ、うん、これ醤油で食うの。いや、もう味がついてます。あ、ついてんだ。味の餃子はもういらないし。へぇ、うまそう。おい、おいでー、歌ってください。はい、OK。 中火でいい？中火でいいかな。中火で。あち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 。よし。おい、入ったぞ。見て、残り少ないよ。あと、みんな一本ずつ。OK。これ追いついたじゃない？ケイチ君がリード。リード。ガガガガガ、サポートサポートサポート。あー、こっちうまく。はいよ。はいよ。あげちゃった、あげちゃった。まだやってる。チューしろよ。もうやんないから俺。もうやんないから。すれちゃった。すれちゃった。すれちゃった。おもろすぎる。これを演技じゃないからすごいね。これが演技じゃねえんだからすごい。家でも言ってたらやばいっしょ。いやでも家でやってないの？やってる、結構やってます。いや動画回ってない時でもあれだよ ね、 ね、普通に。いや本当に、うーわー、いやーいいなこれ。でいややってるやつ普通に。いや自然体だよ ね、 ね、動画も普通で、尊敬するポイントだもん。ありがとうございます。あ、これ演技じゃねえんだ。他に尊敬ポイントはないね。おい。おい。乾杯。乾杯。ひどいね。うわ、つれ。うわ、つれ。この餃子めっちゃもう主刀なんで。うん、主刀餃子。主刀って何？酒を盗む。あ、主刀ね。あ、これで多分2杯ぐらいもう軽くいけるんじゃないですか。うわ。うまいし。うまそう。お、待ってる待ってる。いいタイプ。待って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 。一回。ラララライ。ちょっと飲んでもらって。はい。いただきます。落ちてる？落ちてるよ。うわ。うわ。いや、その顔誰？なんか俺。誰？え、飲む。おおお、うーわー、ラスイッチじゃない？これ大穴、大穴、春うらら、大穴だね、春うらら、春うらら。ずっと勝てなかった。いや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 、最後ラストからね。あっ、ちゃ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 。俺待つ、俺待つ。あちゃ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 。あげたあげた、もっと胸入れる、胸入れる。うわー、ちぇ、うわー、ま、もう餃子前にそれはいいね。ね、そこに仕上げときたい。いやー、多いなー。多いなー。残りが多いんだよな、俺な。同じぐらいです。それでは、はい、もう終盤に差し掛かってきました。そうだね、寂しいね。楽しいっすね、うん、ね。もう、いつも言うけど、うん、もう誰と、うん、キャンプをするか、あれ、なんだっけ、どこに行くかなんですか。酔っ払ってるわ。付き合いは。どこに行くかじゃなく、うん、誰と行くかを、うん、今日も体現できてますけど、はい、あー、うめっ。近寄るか。
餃子が出来上がりました。オレオレオレ、これ何で食うんですか。これもうそのままそのまま、これは熱いよ。じじへー、せーの、もっこもっこもっこ、もっと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 、おっ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 、うん、あああうわ、うまっ、この餃子うめえ、これバカうまいっす、俺めっちゃうまいね、これすげえ酒でしょ。酒、うん、これやばいね。酒に特化してるんで。あ、なんかお、雨の音の変わってきたね。うん。みぞれかな。ちょっと強いというか。なんか弾かれてるような音じゃない？みぞれか？みぞれじゃない？いや、僕ら飲んでるね。取ってきてます。みぞれしいよ。カメラマンつれえな。カメラマンの何がつらいかっていうと、飲んでる時。今日では定まんないですよ。だって俺が、まあ、今日はねずーっと定点だから楽だけど、うん、いつもずーっとアングル変えるじゃないですか。確かにね。まあ楽しいからいいけどね。やって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 。本気本気本気。こうやっても変わんないからね。本気出た、本気。俺も買うぞ。食べてさ、なんだ、何個食べたの？俺2個。うわ。あ、まあまあ、マジで熱いね。本当に。一番気持ちいいのよ。気持ちいいのよ。あぐら、あぐら。いいダウンにつきそうだし、油が。まあ、やったね。おお。あ、おお、ラストだ。うわ。おお。あと餃子2個で。レモンサワーいけるね。いけるね。俺は余裕だわ。こんなにニンニク効いてることある？これは効かせすぎ。うん、味の素さん。ね。アンケートお待ちしております。うん、デレデデンテンデデン。デレデデンテンデンデン。よいしょ。しゃい。しゃい。これより最高な人生があんのかよ。乾杯。優しい。お、あるよ、あるよ、いやいやいや、あるよ。最高到達点は、にゃん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 。社長、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 あ、でもシェアすれば2人で。え？知らんし。俺も知らんし。あと少ししかないからな。うん、最高到達。ダメ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 。ラストオーダーありました。うわ。ゼロですあそこ。おお。アンダさんからラストオーダー入りました。うん、なんとなんとー自分でやるスタイルなんとなんとーよいしょー、ヒルズヒルズの取締役から代表に継がれてるこのレモン様いってきます、いってきます、いってらっしゃい、いってらっしゃい、雪原キャンプにキャバー
ちの人いた。行ったことねえけど。ねえ。動画見てるから覚えちゃうよね。覚えちゃうね。うわぁ、ケンシ君が最初ねえ、まさかまさかの追い上げ、追い上げしたね。本当に春うらら勝ったみたいな感じで大穴、三連単で今終わる？え？今終わってました、ね、じゃあ、いたんじゃない？じゃあ、いたんじゃない？じゃあ、いたんじゃない？ねえ、ねえ、おい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 みんな、あの、いいレイは何年か知ってる、うん、5年、6年でも、昔から変わらないことはワンフォーオール、オールフォーワン、やっぱりやばいっす。いや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 、え8点、8点いっぱいいくから。え早く飲んだのに。これが日本の労働環境だよ。早く仕事終わらせたらこうなるのよ。月火水木金金の、増えちゃった。月火水木金金だよ。いやでもね、社長のおかげでなんかいけそうな気がしてきた、うん、やっぱね、いつでもね、引っ張ってくれるリーダーは、うん、こんな時ばっかな聞いたことねえから聞いたことねえから都合がいい都合がいいリーダーが引っ張ってくれるんだよそんなケンイチに感謝を込めてキャバリー込めて一人様だと危ないからもう、うん、お腹がいっぱいなのよ、ね、良い色とかじゃないんだけどね、うん、そうだね、ちょうどいいよ、良い色、うん、お腹が、うん、今、うん、今多分盛大にゲロ吐いたらめっちゃ気持ちいいめっちゃ気持ちいい今多分ぐらいお腹パンパンマジでパンパン、え今、何人かパンと言いましたよ、ね、ちょいっとじゃないのちょいっとじゃないよかった、終わって、お、お、お、それではお先に失礼します それではドリンクフォア、はい、キャバリあ、解放のドラムが鳴ったね今。うわ、退院、退院、退院、え、ドゥ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 、負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても、ねね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 、うん、来ることだと思います、うん、俺は今最後のレモンサワーが残ってます、うん、言うて落ちぶれです、いいけど何を言ってんすか、これからもらいますよ半分もらいますよ飲ましてよ飲ましてよ飲みないのよ、あの会社でもあれですね、いや笑いましょう、いやちょっとください、ちょっとください、いやいやいや、これはあの、うん、これが責任ってやつですか、いやいやいや、それは連帯責任ですから、あ、じゃあ、あ、優しい愛がね、ジャンダさん最後一発お願いします、いやでもあれですね、最後の雪中キャンプでこの3人でもう2日連続飲んでますけど、
2日一緒にいてこんな楽しいことってあります？確かにもっと無言で多分ね、もうしっぽり飲むっていうのに本当に多分ふさわしいじゃない、普通は。確かにね。けどやっぱこんなに盛り上がるってことは波長が合うんすね俺ら。水思いでね、ね、水思いでこういう飲み会ができるっていうことが、うん、まあなんだかんだ言って人生価値というか、うんうん、なんか幸せを求めるじゃないですか、うん、もっと上とかもっと幸せになれたいとか、うん、そうじゃなくてやっぱこの瞬間に楽しいと思えるこの時間がやっぱ愛だね、愛だね、財宝、うん、ですね。やっぱりこの出会いに感謝して、うん、よいしょあー、最後になったよ。24本飲み込みましょう。よいしょー、いやーやったね。いやー、そうそうよ。いや、そうそう飲んだね、うん、飲んだね。なんか、すがすがしいね。でも、酔いので言ったら6割ぐらい、うん、あの、お腹パンパンと100ね、お腹パーセント150%、うん、もうまあ楽しかったですね、はい。まあこれに懲れずに皆さんまた僕らの動画見ていただければと思いますので、またよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画です。バイうん、ごっちんちん